ソン、助かったぞ。だが、これで終わりではないぞ。カインの計画を止めねばならん。何を止めるだと？貴様は！また会ったな。だが、今回で最後のようだ。ガレナ。何かしら？俺はこいつらの相手をする。その間、お前は計画を進めておけ。分かった。ジャンプ世界です。現実世界は破壊された。もはや手遅れだ。どんなに抗おうと、現実世界はもう元の姿に戻りはしない。結局おめえは何をしてんだ。ただ叩けてんなら、オラが相手してやっから、この世界を壊すなんてやめろ。それは無理だ。俺が望むのは、戦いの先にある破壊や憎悪、そう、世界を作り変えるための糧となるのだ。回りくどい言い方すんな。壊してえだけなんだろ。だったらそう言え。確かにそうだ。そうなの。知らない。もはや俺にとってこの世界は無意味だ。正義などというくだらんものを信じたせいで全てを失った。あの時から世界の意味も失った。作り変えたところでそれは変わらんだろう。そうだ、俺は壊したいんだ、この腐り切った世界を。ただただ壊したい。お前のやりてえことは分かった。だったら俺たちがそれを止める。さあ来い。行くぞ。ハメハメ！ハァ！
まだった。なんてしぶといんだ。いや見事だ。素晴らしい。なかなかに感動的な最終回だったよ。長官、なんでここに？なぜだ、話が違うぞ。もともとこれは私のものだよ。カイン、お前は全く滑稽だな。そしてもう用済みだ。長官、何してんだ。どういうことだってばよ。おめえ、オラたちの味方じゃねえんか。誰なんだお前。そうか、名は必要だ。そう、プロメテウスとでも呼んでくれ。プロメテウス。長官、何ふざけてるんだってばよ。そう思いたいのはわかるが、これは現実だ。少しは疑わなかったか。私がなぜアンブラスを知り得たのか、なぜアンブラスにベースキャンプを準備できたのか。答えは単純だ。私がアンブラスの昔からの住人だからだよ。俺を騙したのか。見ていて飽きなかったぞ。家族を失い絶望の淵にいるお前が闇に染まっていくその様は、時に己の行動が正しいのかと苦悩し、かすかな光を求めようともしたが、結局は己を呪い、他者を呪い、目の前に広がる世界の全てを呪い、闇に取り込まれることを選んだ。いや、もはやそこに意志などなかった。お前はただ委ねたのだ、すべてを闇に。彼ら、お前もなのか。無事かしら。無論だ、ガレナ。こやつらのことは任せ、邪魔されぬよう足止めを頼む。いいわ、任せて。私がまとめて遊んであげる。世界が終わるの、ね、逃げんのか。止まれ。あら、女を蹴れるようになったの。いいことを教えてあげる。今この世界のあちこちで私のレプリカたちが暴れているわ。今さらなんでそんなことすんだ。あなたたちを試しているの。世界はもうすぐ滅び、みんな死ぬけれど、あなたたちは見捨てられる。レプリカたちの中に私も紛れているわ。本物の私を見つけられるかしら。それじゃあゲームスタート。アンブラスベースより通信です。みんな、ナビゲーターからの通信で長官のこと、さらにガレナの目論見について聞いた。
長官のことはまだ信じられない。しかし今はうろたえてる場合じゃない。ガレナの言っていたことは本当だ。世界各地であの女のレプリカが暴れ、多数の被害が出ている。だが今は長官、いやプロメテウスの計画を阻止することに全戦力を集中させるしかないかもしれない。何言ってんだお前。そうだってばよ。しかし。しかしじゃねえぞ。プロメテウスの計画も止めて世界のみんなも救えばいいだけだろう。なみんな、そうだよな。あなたたちは分かりました。では作戦を練ります。ひとまずベースキャンプに戻ってください。ガレナのレプリカが暴れているエリアは今伝えた通りだ。早速チームに分かれて向かうってばよ。一丁やってみっか。ああ、俺たちが全部止めてやる。